やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうはい、あ、来た。あ、聞こえたっすか。銀行強盗教えてよ。行きますじゃあ。ちょっとお願いよ。ちなみに今僕指名手配食らってるんで気をつけてくださいね。大丈夫だよ。ここはちょっと、ここ、俺ですね。ほうほう。いいで、鍵開けれるんだけど。はいはい。パスワード2時3時。終わってるよ。今、銀行強盗とあとコンビニ強盗が熱くて。うん。道中にも1コンビニかましてきたんですけど、1人だとちょっとお金が取りきれないんですよね。やっぱ2、3人欲しい。強盗でお金稼いだもんだから使えないんで、ちょっと綺麗なお金にしないといけなくて、資金洗浄ね。はい。あ、ちょっとこの車の方が早いんでこの車しますか。了解。お邪魔します。慣れてるね、なんか。はい、コンビニ強盗はちなみにもう超楽っすよ。まあそうなんだ。はい。とりあえず店員処理して、あとはレジにも銃弾ぶっぱなして、うん。あとはもうお金掴んで逃げるだけです。ああ、そうなんだ。あれ、店員ね。多分ダメじゃないですか。だって、ウップ相手いないし。どうなんだろう。やってみるか。え、死んでるけど。いや、死んでるか。死んでる。やられてる、ここは。やばいね。ウケるわ。この SMG どこで手に入れたんですか。買ったよ、銃ライセンスで買えるよ俺。え、販売したら銃ライセンス剥奪されるって噂あるんですよ。らしいね。まあでもバレなきゃいい。来たやつを殺そう。スタミさんに銃ライセンス売ったやつ誰だよ。で、その下のエレクトロニックキット1個でかっ。これ、これ買い揃えられるのでかすぎだろ。ロイとエレクトロニックキットが ATM5 ATM だよね。はい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 。とあと、いや、ちょっと待って、縛れ誰かいる。縛れ、早く、いや、やるか、やる。スタミさんやろう、これやろう。オッケーオッケー。待ってください。指名手配強すぎだろ。やばいやばいやばい。逃げろ早く。ちょ、一旦雲隠れした方がいいなこれ。そうね。そして誰だったんだろう。殺害されましたとかね。あ、そうだね。ウォーサップ M さん。一旦給油しますね。オッケー。声聞かれたか。ササティックだ、ササティック。ササティック怖いっすね、ちょっと。うん。じゃワロタでリツイートしておくわ、ワロタ。警察、必死で笑った。終わった。自撮り付けは自撮り。あ、確かに自撮りつけとか。そう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 。はい。まず、うん。銃出すじゃないですか。うん。顔の横一発撃って、うん、打ち返してくるんで芝居て。はいはいはい。で、レジ割って。はい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 。レジは撃てばアクス。で、レジに向かっていいで取れないですか。取れてる取れてる。やばくて笑った。うめぇ。もうマジで今月の給料だ。おいちゃん、こんな取れんの。結構取れるっす、これ。ちょっと一旦2人なんでやめときましょう、これ。え、ちょっと待って、82万やばっ。待ってこんなお金手にしたことないよ。こんなんか一瞬手に入っちゃう、やばいって。やるしかないっすね、じゃあもう。これはやるしかない。タバコうめぇ。うめぇな。強盗後のタバコがいっちゃん気持ちいいっすね。たまんねえな。うわぁ、やばい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 。待て待て待て、飲んでるじゃない、動けない。やった、やった。ナイス、早っ。はいはい、いや、自分あれ動き早すぎ。待て待て待て、誰だった今の、誰だった。いや、わかんないです、もう喋る前に殺したんだ。ぶつけられたんですよ、殺意。あー、おもろ、やばすぎ。じゃあ、なんか最悪トランクとか、お、なんだ、お、
ディスコード全体連絡をご確認ください。これまずいか。銀行ロボット OK がストップになったっすね。またこれキリト君止め、キリト君止め入りました。一旦アップで入ったっすね。一旦銀行強盗禁止。いやまあしょうがない、これはしょうがない。警察は鍵かけても来るよ。だってじゃあボンバレちゃいけない。ここあ終わった終わった。これ渋ハルとゲーム内でちゃんと払んだのは初めてだったけど、なんか相性いいな。いっそやっぱりゲームうめえな、本当に攻略が早い。あルール変えてきてるね。あー、警察と市民の取り締まりにおいて代理した際に対応ルール変更、双方会話せずに急な打ち合いはしないようにお願いします。すんません。一旦電話して呼び出すか。あ、いたいたいた、一人だな。一応アルバイトの方ですか。あ、そうです。あ、そうです。乗れねえか、この車。ちょっと待ってくださいね。一応、安全そうな用意はしてるな。いい車乗ってるな。これは期待できるか。いや、窃盗しました。盗んだ車っす。いやいやいや、今ちょっと僕ら、農園の栽培にハマってまして、はいはいはい。育てた花を摘んで売るっていう。なんか、はい、ホワイトだな。まあバニラ君もちょっとこれからあの一緒に、あーやるっすやるっす、働いていけたらいいのかなと。よし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと OGG フラワー以外の作り方も OGG フラワー、そうなんですよ、調べるわ。この土地の名産品なんですけど、結構他の土地の方が珍しがってたくさん買っていくみたいで、これ1個ね4万で売れるんだよ。4万、1個4万、4万しかもアドレナリンも出るよ。アドレナリンも出る。なんとアドレナリンも出る。だからこれ、そうそう、これを E ボタンで取ってみて、はい、これが原料になんですよね。これが原料に、一応ねこれ持ってるだけである程度疑われるから、はい、そのあんまり警察に近づかないように。あー、オッケーオッケーです。そうそう、これなんか良くない花なんですか。うん、なんか結構ねクラッとする匂いはするね。大好きっす、そういうの。よいしょ。で、配合があって、はいはいはい。OGG フロアが15から30の数値の間。で、ウォーターが15、10から20の間で作れるんだけど、はい、分量間違えると爆発するから。マジマジ。マジマジ。マジマジ、気をつけろ。なんか。方法なんだよね、やっぱ。すぐ金取られて。オッケー、俺作れたから、ね、売りさばきに行っちゃおう。ね、そろそろあいつが起きてくんだよね。茶髪のロン毛の警察がいいんだけど。シャカって言うんだけどさ、あいつ危ないから。この前に。そうそうそう。あいつがなんか暴れ出す前にちょっとことを済ませないと危ない。ちょっと待って。なんか燃えてないからだ。爆発した？適当にやったら爆発した。あぶねえ。あぶな。うわあ！ちょっと。おお！ちょっと待ってくれ！ちょっと。なんだよこれ！助けてくれ！やばいって！バニラ聞こえるか？バニラ。聞こえる聞こえる。聞こえるか？あぶね、何やってんだ。しびはるこれ！いやでもこれもう呼んじゃってるからね。これ来る救助隊員が誰かによるわ。これ金を積むしかない。金積も。金積むしかない。これは。大爆発やわ。ちょっと燃えただけだと思ったけど。あれ？あ、関さん関さん配合間違えて爆発しちゃったんだよ、関さん。ちょっと助けて。一回ちょっと直してくれないかい。そっからお話しようよ。まあでも、俺は、現場を見たわけじゃねえから。そうですよね。実際あと僕はポリシーとしてどんな人でも助けるようにしてます。もう本当に関さんが好きだ。よかった関さん。やっぱり。なんかあったら俺たち呼んでくださいよ。駆けつけますよ。何お願いする。なんかあったら駆けつけますよ。ガチ反射たち。どうだよ。いつでも言ってくださいよ。ありがとうありがとうありがとう。これバニちゃんどこにいるの。バニちゃんどんなところで死んでる。棚の上まで吹き飛ばされたとこあるね。医療以外には警察上走った。ああもうこれ
じゃあマジでありがとうございます、すいません来ていただいて。爆発事故が起こったみたいで。爆発事故、はい、これ直しましょうか。あー本当に、まあ、一応あれだけ塗っとく、やけどだけ止めとく俺じゃあ。あ本当ですか、違うな、もうなんだこれ。ちょっと場所が悪い。あでも怪我してないか。助かった、危ねー、危ねー、マジで危ねー、マジで危ねー、マジで危ねー、これは…うわ、やばい、危ねー、危なかった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 、マジ危なかった、忘れちゃった。もう無言で僕とふたみさんそうだよ、あの連携がなんか二人で何も言わずにちょっと焦ったからお互い鍵ガチャガチャしてたし。どうなんだろうな、どういう状況になってんだろう。やばいやばい、閉めて、はい、これ僕らじゃない、どうなんだろう、ちょっと見てみるか。閉めやる、ようやく物資を拾えたからまずい。ウルカさんワンチャン救急隊に転職ないかな。じゃあちょっと1号棟かましますか。行こう、かかる時間伸びてるらしいんでサクッと行くっすよ。 OK 了解、まずは銃を出します、向けます、うん、頭の横撃ちます。マザファッ、緊張感あるな。ちょっと表見といてもらえるっすか。じゃあ了解了解、あ、来て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 、しばれしばれしばれ、なってるなってる、しばれなってるって、動くな動くな、しばれなってる、しばれしばれ、はい、OK、 3019現在、あば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 あかん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 、あかん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 、やばい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 、あれ置いていくしかない、いやもう逃げるしかない、やばい、うわあ終わったこれは、これは、どっか行ったな、でもデスポーンって5分待たないとできないですよね。あれ、今なら罪軽くなるかもしれないですよ。スタミさん、いましたいました。あー、ここです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 、やっと声が届いた、よかった声届いた、長かったよ、5分か、スタミジャパン銀行強盗の現行犯で逮捕しました。いや俺違う違う、え待って、俺銀行強盗俺はしてないよ、すいません、俺はしてない、俺はしてない、ちょっと待ってちょっと待って、銀行強盗俺はしてない、関さん関さん何ですか、話聞くから、全然全然、余罪かなり出てくると思うからさ、聞くよ、じゃあ証拠はないと思うよ、証拠ないと思うよ、銀行強盗があった銀行からあなた出てきましたよね、いや俺銀行があのコンビニやってるんですよ普段、あそこでこあそこでやってるんですよ、営業証明書見せてもらっていいか、営業証明書見せてもらおうかな、そうそうそう、カレー屋さんもやっててさ俺、あそうなんだ、そう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 、そのスパイス入ってたかな、あーかなり持ってるな、 OCC って何ですかこれ、あこれ OCC ってこれ違法薬物じゃないですか、違う違う違う、書で話聞かせてもらいますかね、違うんだわ、ナナちゃんなんかどう、楽しい、そこの職場、ナナちゃん後で話あるから、楽しい、警察官楽しい、アルバーズール、こんな仕事しておもろいかお前、え後でちょっと一回話しよう、サタティック後でね、お前にカレーをもお見舞いしようと思ってたのよ、ちょうど、あーありがとな、うん、ちょうどお前にショーってどこ、ショーはいいんじゃない、ショーはよくね、あんまショー興味ねえな、ショーあんま好きじゃねえんだよな俺、いやーなんか見た目も悪そうだなピエロ、ちょっと司法取引させてほしいんだよね、誤送してこいつ、あーもうなんか不法じゃないこれ、痛いよ、あんま良くなくない、これ無傷ですよ、これ無傷、シュッと、あらこれはてめえ大丈夫でしょ、悪を今しかない、今しかない、今しかない、ここ
ここにしよう、ここに隠れよう。痛い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 、見えない痛い。ここじゃなかった違います、違った。あ、オッケーオッケーオッケー。なんかあんま良くないね、この組織。警察って言うんだっけねえ。いや嬉しいね。いや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 、確かに悪いもの買ったけど、中二病でちょっとできるかなって買ったけど、お前らにもなかった、中二病の時期やってみようかなって好奇心出る時期なかった？ティックさ、お前、あれじゃないの？収入自体少ないんじゃないの？俺いい仕事知ってるよ。ティック、いい仕事知ってる。お前なんかそんな低い給料でさ、地下鉄で帰ってさ、地下鉄で帰ってさ、暗いさ、その女房とつまんない生活して、よくなくない？俺が、俺と一緒に仕事してどうした？お母さん泣いてるよ。しかも俺は独身だよ。毎日署で寝泊まりしてるから俺は。あとは、どうもっちゃいました先輩。君 ATM だけかな。ん、何ですか？俺金庫のことなんて知らない、しませんよ。俺金庫のことなんて知らない。まあこれ新人研修なんですよ。なるほど、いやこれ新人研修なんだ。なによくわかんない上司のさ話聞いてさ思んなくない？こっちの仕事はさ、アドレナリンが毎日出る楽しいことをしてさ、お金ガッポガッポ入るわけ。興味ないかな、ねね。そういうことをやったってことですか？じゃあ何がとは言わんよ。給料どんなもんなの？給料どんなもん？結構いい、結構いい。いやいいと思ってるのが感覚は引いてるけど、こっちに何、俺どんぐらい稼いでると思う？なちゃん、いくら稼いでるの？1日で500万稼げんの、うちは。何してるとは言わんけど。500万。え、あれだけ興味ある？あるものをね、売るとね、高額で売れちゃったりすんのよ。何それを俺はその売り方だったり、一から君たちが幸せな生活をできるように売れるから、ね、ああだっ、ああ地面に埋まったって、地面に埋まった。結構持ってた。これ結婚、これ結婚。あ、俺とナズちゃん結婚します。予定では結婚しようと思ってます。ねえ話してよ、もうよくね、こんな見せしめで、ね、おいおい話せよ、話せよ、もういいだろお前ら、ざけんじゃねえよ、何もしてねえっつってんだよ。車の中いらないよ、お前半分体出てんだよ。痛えよ右半身が。引きずり回してんじゃねえよ。気持ちいいか？気持ちよくねえっつってんだよ、もう右足が半分なくなっちゃったよ。でも薬物製造のところは300万とかまでいけますね、上限。ただそれはあれなんだよね、現行犯じゃないから、薬物。あー、なるほど。こいつ、入れといて、牢屋に、留置所に。牢屋？どういうこと、牢屋って。いや、俺配信者だから、そういうのなしにしよう。あれしよう。もう、リスナー燃やしていいよ。いや、燃やそう。炎上、炎上。炎上、炎上、炎上させよう。これ、もう、配信者10分監禁とか炎上。炎上しよう。あ、もう、なずちゃん、そのまましてみちゃおう。なずちゃん、二人っきりでここ入ろうや。なずちゃん、これ、閉めていいよ、なずちゃん。しゅ。どうしよう。あ、先輩、おめでとうございます。なずちゃん、なずちゃん、よくやってくれたよね。こちらイライラしてたんだよな。おいおいおい。なず。話かけないで。やばい。あそこ立って。はい。全然怪しくないけどね。写真撮ってわかると思うけど。指紋を読み取る。どこが？めちゃめちゃ怪しくね。俺は何をしたってことになるんですか、これ。まず違法薬物所持、強盗罪、コンビニ強盗、NPC 殺人、車の窃盗、軽強盗罪、静止命令を無視の公務執行妨害、150キロ以上の道路交通法違反。多くね、なんか。なりますね。え、じゃあ何？これ、あ、やっぱ死刑？いや、そんなことないですよ。償ってもらいます、ちゃんと。ありがとうございます。適用の仕方なんだけど、はい。留置所への交流に関しては、一番強いものを適用しますので、菅原さん。はい。強盗罪、留置所交流30分でございます。はぁ、俺30分も、配信中30分入れられるの、ここに。そうです。は？反省してください。は？しかも、これ、金額に関してなんですけど、はい。なんとこちらは重複します。はぁ？重複するそうなので。破産するって！でも1日500万稼いでるんでしょ？あれ、ああ、嘘なんだよな。まず、
道路交通法違反。え、待って、道路交通法違反っていつやった俺。高速道路150キロ以上の走行、うん、通行の妨げになる行為、うん、反対車線走行、うん、やったな、オッケー、それはオッケーとしよう。公務執行妨害、停止命令の無視、うん、それいつやった？我々が拘束する際に逃げましたよね。いやいや、やったな、それやったわ。軽強盗罪、あなたの乗っていた車両、照合、うん、した結果あなたの車ではなかったので、それちゃんと調べた？ナンバーで照合した。ナンバーで調べたか。あれ NPC の車でしたよね、あの、うん、NPC の、いや取りました。NPC 殺人罪、NPC 殺人罪はだからそのさ、いやいや、ちょそれがもう明らかじゃないじゃん、それは。いや、これは明らかですよ。現場に、うん、あなたの持っている拳銃のピストルの弾痕のあれもあったんで、うん、俺がそうか、やつ、俺なんのか、そうか。強盗罪、強盗罪はでもちょっと本意じゃなかったというか、なんかボスから言われたからしょうがないというか、何最後に違法薬物所持、違法薬物所持、9個9個合わせまして、うん、計380万円の請求になります。380、え、ちょっと待ってよ。じゃあ一回さ、司法取引しない？俺と司法取引しない？もう CM 流せないよ、それ。またテロヒットと取引はしない。請求するぞ。もう言うてここに来てから結構経ってるんで、あと10分くらいでいいんじゃないですか。あー、まあ所持権、まあそうだね、まあそれはそうかもしんない、うん、もう一人のなんか存在入ったら解放でもいいんじゃないですか。じゃあ存在はだから俺の上いるけどな、ね、お前らじゃ捕まえらんねえよ。できねえよお前らに、あの方を捕まえることなんてな。今から俺たちの活躍を見とけよ。おめえみたいな警察なんてな、ボコボコしてるんだよ、おらだな、おら。二人ともありがとうね、はい、じゃあこのままちょっと、おい！仕事に戻って。ふざけんじゃねえぞ！お前、ただじゃお金からない、サンディック！ただじゃお金よぞ！こいつ、脱獄してやる。脱獄できねえのか。トイレの裏じゃねえの？トイレの裏、ネジ！ねえ！トイレの裏にネジあんじゃない？ちょっとねえ、ちょっと待って、ねえ、手錠でしてるからさ、ねえ、スマホができない、ねえ、スマホできないのはつらい、無理、筋トン症状が出ちゃう、最近の子だから俺、無理だよ、スマホできない。